突然ですが、変わった都道府県ランキングを見つけたので紹介します。変わったランキング、なんかちょっと嫌な予感がするな。どんなランキング？ぶっちゃけ一生行かなそうな都道府県ランキング。ほら嫌な予感的中。どうせ我々がベスト3とかなんでしょ。見るのやめますか。いや、まあもしかしたらの可能性もあるし、ベスト3じゃない可能性もあるし、一応見ましょう。ということで、ぶっちゃけ一生行かなそうな都道府県ランキング1位から5位まではこちら。あれ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 、我々言いませんよ。栃木さん、いませんね。群馬さん、6位から10位まではこちら。あれ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 、ここにも言いませんよ。栃木さん、これしばらく出てこないんじゃない。群馬さん、11位からはこちら。あ、出てきたね。お、やっぱり出てきたね。というか、やはり北関東は上位なのね。首都圏なのに。ちなみにランキング下位はこちら。下位ってことは行きそうな県ってことでしょ。静岡、ほんとかよ。これ逆に印象が薄くて投票すらされなかったパターンじゃね。つまり我々は投票されるほど印象には残っているということだ。そういうことだ。ポジティブですね。